スティーブ・ウィリアムス、マイク・ロトンド、そして天竜源一郎、ビッグ・ジョン・テンタ、ここは早くも奇襲をかけてまいりました。バーシティクラブ、まもなくゴング、今ゴング鳴ってスタートしました。昨日の大阪大会ではビッグ・ジョン・テンタ、エプロンからリング下転落しまして腰のあたりを痛めつけられてしまいました。立ち上がれなかったですからね、それでレフリーストップになってしまって負けになったわけですからね、はい、そ腰がどれだけ回復しているか、まあ、昨日のことですからね、グレンバスター、まあ、それだけ天竜にかかる比重というものも大きいものがあります。まあ、今日は天竜ローバットで確保でやるんじゃないですかね。そうですね、垂直落下どうか。天竜マイクロトンドにここはもう早くも勝負を急いでますよ。急いでますね。天竜源一郎、そしてビッグジョン・テンタ、最終戦日本武道館大会までは順調に取りこぼしなくいけるのか。ああ、ビッグジョン・テンタ、やはり昨日痛めつけられたところ、バーシティクラブはよく知っています。まあ、自分の体重で痛めてしまったという感じですからね。今も自分の体重にかなりダメージ受けてますよね、はい、というのもちょっと考えもんですよね、こうなるとね、はい、ウエイトのある選手っていうのは菊池さん、まあ、それだけダメージも大きいですからね、はい、特には自爆した時とかリングして落ちた時のダメージ大きいですからね、カウントは2カウント、今のレフリーのカウントに抗議をしています、スティーブ・ウィリアムス。ジャント馬場がね、去年32本ドロップキックをやらなくなったのは、自爆した時のダメージが怖いから、痛いからだって言ってましたけどね。確かにその自爆した時あるでしょうが、ショートのこれはフック、ライトから食らってしまった天竜源一郎。天竜にもグーパンチがありますが、それよりもちょっと効力があったのか天竜。キャンバスの中央でもって、今度はマイクロトンド。足を思いっきり後方に引っ張り込んでいってストレッチになりました、マイクロトンド。このストレッチ、さあスティーブ・ウィリアムスの力をも借りまして天竜源一郎を捉えています。天竜源一郎はこの足をもう自力でもって腰投げ、本当ならテンタが隙に入らなきゃいけないケースなんですけどね、ちょっとでも難しいでしょうね、まだ腰かばってますよね、はい。そしてスティーブ・ウィリアムスが入ってくる。後方にはロトンドがいますが、そのロトンドは今青コーナー戻りました。ニュートラルに天竜源一郎を振り付けておいて走り込んでいってラリアット、汗のしぶきが上がっていったところ、後方回ったんですね。この技を切り離してくる天竜源一郎、そして円髄、強烈な円髄一線から前転していって、さあどうかビッグジョン・テンタ、動きはどうなのか。肩口から当たってくる196センチ、150キロが思いっきりスティーブにぶつかってくるのか。当たり込んでくるこのビッグジョン・テンタ、ああ2発当たられて後方からはダウンしました、ビッグジョン・テンタ。85年10月に来日し、大相撲入り幕下43枚目まで進みましたが、まあ、残念ながら廃業しました、このビッグジョン・テンタ。丸い土俵から四角いリングに戦場を移したわけであります、このビッグジョン・テンタ。大相撲では初土俵から無敗だったわけでしょ。そうなんですよ、あっちのに幕下まで行って廃業してしまったわけですからね。だから嘱望されていたんですけどね、はいはい、しかし本人はプロレス界へと視線を向けていたんでしょう。まあ、アマレスでジュニアで優勝しますからね、ジュニアというのはウエイトじゃなくて年齢のジュニアですから、日本語も、まあ、片言ですが話すことができますビッグジョン・テンタ。開幕戦の後楽園ホール控え室付近で、まあ、プロレス担当記者から声かけられますと、まあ、日本語でね少し答えるシーンも見られました。クローズラインかいくぐっておいたラリアット、ラリアット、丸太のような太い腕がバースティークラブを襲ってヘッドバット、ヘッドバット。立ってる時は腰の痛み感じてないみたいですね、はい、ダウンすると起き上がるのにちょっと苦しい感じしますけどね、
エルボーを落としてくる。この動きから見ると大丈夫そうだ。レッグドロップが出れば大丈夫だ。あ、腰です、左側です。昨日の大阪大会エプロンからリングした転落する時には左側からゴロリゴロリ回って落ちていきましたから、ちょっとそのあたりを負傷したビッグジョン・テンタ苦悶の表情でエルボー。これはもうスイッチした方がいいんじゃないですか。そうですね、はい、椅子を持ってのしのしと入ってきたスティーブ・ウィリアムス、やっぱりそこを狙っています。そこを狙って今度は天竜に、天竜はたまにからエプロンからリングした。あ、やっぱり左の腰、まあ、勝負の結束ですけどいけつないですね。天竜もそれにはちょっと怒り心頭、椅子を持った豊田市体育館の椅子を持ちました。この豊田市体育館も数々のプロレス団体がネットを展開した場所でもあります。さあトゥープラトンでもってのダブルブレンバスター、腰に響くでしょう。最後でスリーカウント入りました。ああ、ここで天タ天竜組は敗戦、勝ち点が2点。相当に腰が悪いですね。今の跳ね返しあのバネがなかったですからね。はい、バーシティクラブは勝ち点3となりました。まあ、敗因というのは菊池さん、やっぱり天タの腰ですよ。今後まだあの腰戦たくさん残ってますから、はい、天タの回復次第ですね。もしこのまま回復しないともう完全に優勝戦線から脱落してしまいますからね、はい、バーシティクラブのテーマ曲が流れています。豊田市体育館、その中を何か冷やかな視線を抜けて、そして今ドレッシングルームに引き上げてまいりますバーシティクラブ。何かちょっと自信というものもついたかなというバーシティクラブですね。まあ、今日は天下が調子悪かったんで、まあ、昨日のエンブレムのおかげ半分で勝ったということも言えないことはないですけどね。天下が万全だったら勝負はどうなったか分かりませんけどね。天竜が心配そうにこのビッグジョン・テンタを見つめています。しかも今試合中に岸さんからお話がありましたように、大型ファイターというのは受ける衝撃も大きいわけですから、はい、負傷するとやはりその完治までには長引くわけですからね。自分の体重は全部マイナスに働いてきますからね。そうですね、天竜天太組は敗戦という結果になってしまいました。今日のトヨタ大会を終えました。